経済学部経済学科の野中圭史です。私は初めから国立大学を志望していたんですけれど、大分出身で大分大学への進学も考えたんですが、育ちがずっと大分だったので大分とは違う場所で勉強してみたいなというふうに思いまして、比較的実家から距離の近かった佐賀大学を選ばせていただきました。他の学部と比較した際に比較的自由な時間が多いのかなというふうに思っておりまして、その自由な時間を自分なりに使ってみたいなというような思いで佐賀大学を選択しました。また将来に関しても選択肢が多いのかなというようなイメージを持っておりましたので、それも理由の一つでした。経済学部は自由な時間が非常に多いので、昔からちょっと集中して取り組みたかった英語学習や他の外国語学習なんかに集中して取り組むことができました。その他にも留学なんかに行くチャンスも経済学部だと豊富ですので、その点では経済学部を選択してよかったなというふうに思っております。ゼミの仲間と深い関係、深い関わりを持つことで、友人の頑張り、日常生活における友人の頑張りですとか、就職活動における友人の頑張りに非常にいい影響を受けました。また、ゼミのメンバーで集まるたびに近況報告や議論を重ねることで、日常の考えだとかを整理するような、習慣が身につくようになりました。経営学に触れることで自ら経営者側の人間になってみたいというような思いを抱くようになりました。また経済法について学ぶ上で学んでいくことで、経済の中ですとか自分の日常生活の中に法が深く関わっているということを実感しました。経済学のみならず経営学、経済法学に触れることで自分の視野が大きく広がったかなというふうに思っております。佐賀大学は国際交流の場が非常に多くありまして、留学なんかに行くチャンスも非常に多くなっております。私自身も佐賀大学のキャンパス内における国際交流を通しまして、外国人の方と触れたりする過程で自分もグローバルな人材として活躍できるような人間になりたいというような思いを抱くようになりました。佐賀大学の一番いいところとして私が考えているのは、先ほども申し上げましたように国際交流の機会、留学の機会が非常に多いというところだというふうに思っております。海外に出ていくチャンス豊富にあるので、皆さんにも活用してもらいたいなというふうに思っています。